今日もお疲れ様でした。キャラです。今回はお城が作り終わったので町の仕上げをしていこうと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。でですよ、飛来神を置いていないのでだいぶね、葉っぱブロックとかがね燃えちゃってるんですよね。なのでそこら辺を直しつつ、地面のところ、土ブロックのところをね苔に変えて緑が鮮やかになるようにしようかなと思います。ということで頑張っていきましょう。でまずは向こう側から行こうかな。ここら辺がねねえ置いてる、いらないから。ここら辺ですね、ここら辺がね燃えちゃってるんですよね。こういうところ、そう、飛来神も立てなきゃいけない。なのでここら辺をちょっとね変えとかないと、直して後で飛来神をちょっと上の方に立てようかなと思うんですよね。大丈夫かなここら辺で。あとはこれですよね、これこっからバイオームが違うからね、ここからね色が悪くなるんですよね。なのでこれを変える。でこの苔にしたらちゃんと緑にならない。で足りなくなったらそれこそ苔のカーペットでもいいかなと思うんですよね。いや最初からカーペットにする、そこはちょっとね悩ましいとこなんですよね。いやカーペットの方がいいかな。これ結構大変じゃない？カーペットの方が上から置いておくだけでいいかもしれないね。カーペットね、カーペットで良さそう。カーペットにしよう。カーペットだったら多分足りなくなることないんじゃないかなって思うんですよね。カーペット頑張って置いていきましょう。いっぱいですよ、いっぱい引かなきゃ。そうでもちゃんとね飛来神はね立てなきゃダメ。結構ね燃えたんですよ。なんかいろんなところで燃えていて、ちゃんとね飛来神は大事大事だった。しかも羊毛なので屋根もね燃えそうなんですよね。ダメじゃないということで、ひたすらカーペット置いていきましょう。ついでにね敵が湧かなくてもいいかもしれない。結構夜はねどうしても暗くなっちゃうんですよね。ある程度に明かりは入れてはいるんですけど、なかなかちょっと難しいところがあるので。おお、青々としましたよ。やった、いい感じでですよ。こっち側もほぼほぼ終わったかな。で、あとはここですね。よいしょ。いやーよかったこれ。でも本当にねカーペットにしてよかった。もうね終わんなかった絶対。いやこっちでよかったな。ひたすら置きましたね。結構いたよ。
だいぶなくなりましたもん。でも本当足りなくなるんじゃないかなと思いましたけど、意外と足りそうでよかったでもね、まだあれなんですよね、まだね半分終わってないんですよね。半分終わってないけど、どうかな、足りるといいな。さあ、これで半分が終わった感じですね。よいしょ。こんな感じ、青々としていい感じになりましたね。で、今こっちの半分から上のところが終わったかな、終わってないかなまだかもしれない。で、終わった気がする。うん、こっちも終わってるので、今ここのね真ん中から上の部分、こっちが後ろに近い方ですね、こっちが終わったんですけど、あとはここですね、ここがねまだサバンナのままなので、ここでしょ、あとはここら辺平気でしょ、あとあそこだけじゃないかな。なのでここの再開まで、このブロック1ブロックですね、ここだけ、あとはコケのカーペットで埋めていきたいと思います。ということで、あともうちょっと頑張っていきたいと思いまーす。行ってきまーす。結構な勢いで苔が消費されていきますね。いっぱいあるから大丈夫なはずと思いたい。足りるはず。結構あるはずなんですけれど、やっぱりあれですね、カーペットにしといてよかったかもしれない。数が増えますからね。よし、ここまでできたので、飛来針を置いていきたいと思います。さあ、どこに置こうかな。で、なるべくね、ちょっと空中に置こうかなと思うんですよね。ということで、まずは、四隅からですよね。四隅から置いていこうかなと思います。行ってきます。で、こっから、ガラス、隣から上がっていけばいいかな。10マスぐらい上がっとけばいいかな。これ上の方にあったらそこに落ちるかな、どうかな。でもこのくらいでもいいかな。よいしょ。これだったら特に他のところに影響もないかなと思うので、よいしょ、これでだいぶ安全になりますよね。よし、なんとかできました。避雷針もつけたので、これで羊毛とかも燃えなくなるかなと思います。よかったね。草ブロックとか、草じゃないや、木のね葉っぱブロックとかが結構燃えていたので、これで燃えなくなるんじゃないかなって思います。ってことで、今回はこんな感じで終わろうと思います。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。